渚です。りのです。サラマナリアル語ります。はい、マジで超サラサラになる。痛い、めっちゃ治る。マジでおすすめアイテム紹介します。はい、ヘアケアからやる。いいよ、これ。リクラエマルジョン。はい。マジ最強なの。なんで？アウトバスもインバスもいけんだけど。お。本当に超髪やばいんだけど。うん。復活する。マジで？超サラサラになる。痛い。嗅ぎたい匂い。か匂い？うん。もういい匂い。なんか多分ハイダメージの人にめちゃくちゃいいんですよ。なんだろうね、なんか、でもサロン専売で売ってるサロンも結構超少ないんですけど、まさつこさんのところで買います。へ、しっかりやってくるわ、こいつ。買います。詳しくはさつこさんに聞いてください。さつこさん、あてな、さつこさん、インスタここに。アットマークさちこで。これはさつこさんのとこじゃないってことで買えるやつなんですけど、結構どこでも買えるやつです。これは結構、大元は安いですね。大島はエクシードセラム V です。めっちゃ強そうな名前、王子はの。これってシャンプーも出てる。この色何？これはドライヤーの時の色ですか？なんか渚ねシャンプーこれ使ってるの。じゃん、シャンプー王子は3つ使い分けてます。その色初めて見たかも。てか、そうだってクエンチとモイストカームとグロシ、これめっちゃいい匂いなんです。嗅ぎた。匂い大切よね。王子は全部匂い違うからいいよね。うん、いい匂い。爽やか。めっちゃ爽やか。これめっちゃいい匂いなの。めっちゃいい匂い。なんかシャンプーこっち使って、うん、トリートメントをクエンチとかにしたりとか。使い分けてんのか。その日の気分とか。匂いとかも変わりますよね。髪の状況。うんうん。これも髪の状況だわ。ちなみにさ、シャンプー何本持ってるんですか？シャンプー、これのシャンプートリートメントってことで1個でいいですか？あ、いいです。そしたら、1,2,3 でしょ？4,5,6,7,8個ぐらい風呂場で。めちゃめちゃある。だから16個こういうの並んでる。やばっ。あ、同じのだ。ジミルフラン。めっちゃ同じ式だ、使ってるの。マジ？うん。これちなみに私パンフレットやってます。あ、やりよる。そう、でもめちゃくちゃ使いやすいし、匂いも新しくなって超いい匂い、うん。なんか今の匂いの方がいい匂いですよね。これハンドクリームとかにもできるから、あの、そう、噛みつけて手もなじませて、OK、みたいな。ミルクはでも、アレンジとかの時にめっちゃ使いやすくて、まあ、オイルはオイルじゃん。うんうん。オイルオイル。これが結構めちゃくちゃ優秀で、重くないんだけど軽くなくて、質感がめちゃくちゃいい。ベタベタしないって感じ。そう。重ねたらどんどん重たくなるじゃないですか、ここって。だけどこれって重たくならない。そう、なんか、キープするっていうか、まあ、風邪みたいなのもあるんだけど、強風には勝てない。ね、やっぱ、ケープだから。間違いない。そりゃそうだ。けど、そうかも。重ねてもいけるし、いい匂いだし。そう。めちゃくちゃいい。香水、忘れたらいいかも。匂い付けに頭からめっちゃいい匂いするって思われる。確かに。そう、前のジェミルフランめっちゃ甘かったから。うんうん、あれもいいけど、こっちの方がなんか爽やかでね。うん。うん、いい。春夏にぴったりでは。はい。おすすめでーす。これマジ肌荒れしない。なんか肌荒れしたら悪化しないし。あー。めっちゃ治る。マジで？シカクリームとかより。もう最強これ。マジで乳液的な感じ。バームの方はなんかこれだけで家で出る。どういうこと？普通にカバー力もあるし、何にもない日、うんうんうん、なんか髪の毛だけとか、うんうんうん、マスクするじゃん今、うん、これだけでなんか花粉とかマスクの荒れるのとか防いでくれる。マジ悩んでる人はぜひこれを。ラフトとかでも。しかも日焼け止めの効果もある。そう、めっちゃ嬉しい。そうなの。とニキビとか花粉の肌荒れに悩んでる人めっちゃ使ってほしい。ボディケア、ボディケア持ってくんの忘れちゃったな。あ、オッケーです。じゃあボディケアやります。ボディケアこれです。これは友達が誕生日プレゼントにくれて、
それで、なんか今までスクラブってあんま使ったことなかったんですよ。だけどやってみたら、なんかめっちゃ自然由来だね。これが好きなの。さっき、すごい自然由来のね。そう、なんか、自然由来にもいろいろあるじゃないですか。これはマジでいい。しかもなんか、体全体に使えるんですけど、本当にすべすべになるんですよ。何入ってるつぶつぶしてな、そうそう。なんか痛くないです。痛いっけ？これめっちゃすぐ溶けるんですよ、体温で。へぇー。だから週1とか2週間に1回とかで、化粧水の入りとかもめっちゃ良くなるので、これはおすすめです。やってください、スクラブ。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。